はい、皆さんこんにちは。アイカーストリートインストラクター、アイカー直輔です。はい、どうですかね。今日はですね、ちょっと質問が来ましたので、ちょっと質問に回答したいと思います。質問というか、何ですかね、サンプルファイルないんですかっていうことだったんですけど、今日はこれを説明します。これ、はい、DLOOKUP 関数になります。DLOOKUP 関数って多分皆さんアクセスをですね、やられたと、始められた時に多分一番初めにぶつかる関数なんじゃないかなっていうふうに思います。で、質問はね、私のホームページ上に来たので、ちょっと興味のある方はまあ見てください。で、何もやってもうまくいかないと。で、私の動画を止めてやってるんですけど、なぜそれができないんでしょうかっていうことだったので、まあ言われてみたらそうですね、僕の方としてもそんなにやったこと、DLOOKUP 関数をやったことがなかったので、ちょっとね、皆さんにご紹介をしたいというふうに思います。ちなみにですね、 DLOOKUP 関数は僕は VLOOKUP 関数よりは好きです。なんかどこまで行ってもやっぱり VLOOKUP は好きになれませんね。なんでかっていうと、私の上司が使ってるからとしか言いようがないですね。はい。まあそれはそれで全然いいんですけど。はい。じゃあちょっと、そんなに長い動画ではないです。サンプルファイルも私のホームページに上げてありますので、どうぞご興味のある方はダウンロードをしてみてください。はい。では決め台詞いきたいと思います。あなたのハートにアクセスしたい。はい。じゃあやっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきたいと思います。では今、パソコンの画面のところで、アクセスのファイルが、あります。MT 社員。はい、こんな感じになってます。主キーは、社員 ID の方に設定をしています。デザインビューで。はい、主キーは社員 ID の方に設定してます。で、部門 ID、これは、数値型に設定します。名前と部門が、出るようになってます。で、どこで、何ですかね、VLOOKUP を使うのかわからないですけど、おそらくフォームじゃないかなというふうに思いましたので、社員というフォームを作ってます。で、ここのところに A の001と、入れると井川直輔営業というふうに出てきます。A2 と入れると、あ、これは、はい、井川花子と出てきます。例えばここのところに123と入れると、井川直輔というふうに出てきます。はい。で、まず DLOOKUP 関数で、一番初めに悩むのは何って言ったら、この検索値なんですが、ここを見てください。短いテキストと、数値型というふうになってます。DLOOKUP 関数、まあ、アクセス全般においてそうなんですけど、操作してる時に型が一致しませんっていうふうによく出てくるんですよ。なんやねん、型と。逆にお前を型にはめたろかいみたいなことになってくるんですけど、アクセスは、これね、Excel と対比して言うと分かるんですけど、ちょっと Excel 起動します。Excel っていうのは、ここのセルありますよね、このセル。このセルっていうのは、例えば12月の1と、打てば12月の1日にも変わりますし、それからセルの書式の設定において、これ時間って言ったら多分時間出てくると思うんですけど、時間にも文字も打てるし数字も打てるっていう、この、スーパーセル、スーパーセルって言ったらあれなんですけど、例えばちょっと時刻にしてみましょうか。出てくるんですかね。はい、時刻にもこういうふうに変わることができます。このセルというスーパーセル、もう何でも できるあの箱が、一個一個が集まった集合体に対して、アクセスっていうのはそういう器用なことができないんですね。不器用なやつなんですよ。本当に。高倉健みたいな人で、ちょっと言う前に笑ってしまいましたけど、不器用な人なんです。だからここは数字しか入らないし、文字しか入らない。そのために、制限をつけなきゃならないんですよ。仕込んだマクロに関しましては、社員 ID のところ、大体、
社員 ID に何かが入ったら、何かを出すっていうので、大体ここ普通は、更新後処理、アフターアップデートのところに入れます。はい。で、一応サンプルファイルとしましては、文字型、数値型、これ、全部ちょっとやってみたので、上が文字列の方です。上が短いテキスト型、つまり数値型ではないものに対応したものに対して、この部門 ID というところは、これは数値型に設定しているので、数値型に対応しているものになります。わかりますかね？微妙になんですけど、上の、ダブルコーテーションの、量が違ってます。で、ダウンロードしていただきましたら、こういうメモ帳入ってます。はい。こういうメモ帳入ってるので、星と、この MT なんとかと、この四角、これ。ちょっと、ここの部分だけ、三角が一個足んないですけど、で、ここに右矢印を引っ張って、これが文字型、これが数値型っていう風になってます。で、問題はですね、このクォーテーションの数で、できたりできなかったりということがあります。私も一番初めの心は本当に、できなくて、なんで型が一致しないんだろうっていうふうにして、3時間、数時間、悩んで、人に聞いてみたら、これクォーテーションなんじゃねえのっていうふうに言われて、いや、なんなのよ、こんなことかよっていうふうに思いました。で、私のホームページでは DLOOKUP 関数は物語で覚えてくださいっていうふうにして書いてます。何を物語にするかっていうと、 DLOOKUP っていう探偵さんが いるんですね。 DLOOKUP 関数っていうのが、で、この例えば上の式に、あ、ちょっとこっちにしましょうかね。一列で収まってるんで、こっちの式に収まってるので、こっちのコードに収まってるので、まず DLOOKUP ときたら、検索値型のものっていうのは Excel もアクセスも同じなんですけど、まず何を表示したいのっていうので、何を表示したいかっていうことをまず聞いてきます。はい。で、表示したいものは何って言って、表示したいものを入れる。そして表示したいものはどこにあるのって聞いてきます。 Excel の場合はセルです。なんでかっていうと、そのセルが一個一個がいろんなものに変化できる万能な役割を持ってるのに対して、アクセスは大抵はテーブルです。はい。不器用な高倉健的なテーブルから持ってこなきゃなりません。ちょっとね、器用になったクエリー、まあ、鶴田浩二的なものもあるかもしれませんが、何のこっちゃっていう話ですけど、まあいいですわ。大体不器用なテーブルから持っていきます。はい。で、社員 ID。こんなこと言ってるからね、若い年代の方が、ちょっと主張が見てくれないと思うんですけど、まあまあまあいいですわ。で、社員 ID と、このフォームで入力したもの、これが同じものっていうふうにして覚えておいてください。例えば、会社の パソコンのね、質問、した方のデスクトップ上に、こんなフォーマットを置いといてもいいんじゃないでしょうか。こうやって、ちょっとこんな感じで、フォーマットを置いといて、 DLOOKUP を使いたいときには、こことこことここに何かを入れるというふうにすればいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、出来上がったものが、ここの、ものになりますので、社員 ID の場合には名前と部門を引っ張ってきてます。で、部門で検索した場合には社員 ID と氏名と部門を引っ張ってきてます。じゃあなんで、部門を入れた時には、社員 ID も表してるのっていうと、それは言わずと知れた社員 ID は主キーだからですね。何も入っていないと登録をさせてくれません。はい、こんな感じで入ってます。ここは別になくたっていいわけですよね。社員 ID で何か検索すれば絶対に出てくるわけですので、そんな感じになってます。はい。ということで、DLOOKUP 関数の説明は以上になります。正直ですね、私が、
この動画を始めたのが、何の意味合いがあるかっていうと、DLOOKUP 関数に代わる便利な AutoLOOKUP クエリというものを覚えたからです。アクセスにはやっぱりクエリなんですね。はい、皆さんやっぱり納豆には醤油でしょう ね、納豆には七味でしょう。ね、納豆に砂糖を入れるっていう方が、いらっしゃるんですけど、私はどうも納豆に砂糖がちょっと合わないので、アクセスは絶対クエリーなんです。クエリーを使ってください。で、どうしてもやむを得ない場合に、DLOOKUP 関数を使う補助的な意味合いで、やっていただければいいかなっていうふうに思います。DLOOKUP 関数を今私がどの局面でどの場面で使うかっていうと、これもちょっとあまり人気がない動画なんですが、パスワード付きのフォームに入るとき、ログインを制限するときっていうのは、これはもうクエリを使ってる場合じゃないので、これは DLOOKUP 関数を使ってパスワード付きのフォームを作ることができるので、多分それぐらいじゃないかなっていうふうに思っております。はい、参考になりましたでしょうか。はい、でね、またちょっとね、この頃パワーディレクターっていう動画編集ソフトを買いまして、一生懸命やってってるんですけど、ちょっとなかなか私物覚えが悪くてですね、うまく編集できないとか効果音がずれてる場合がございますが、ちょっとその辺はご了承してください。はい、ではまた近いうちに、前回言いました、サムイフスですか、これアップしたいと思いますので、サムイフス、どうぞご視聴になってください。はい、それでは、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価等、コメント等いただければ私勝手に、モチベーションが上がってきます。だんだんね、シャツの色も濃くなってくるかもしれません。今日はピアノ柄ではなくてですね、これクワガタ柄にしてみましたね。クワガタ虫がいっぱいいます。はい、ね、ご興味あればぜひチャンネル登録、あとホームページなどにも随時、更新していきたいと思います。あ、ちなみにホームページなんですけど、質問によるアクセスの、なんか回答とかっていう固定ページを1個作ったんですね。で、皆さんが質問をしてくれたこと、まあ、これ YouTube でも公開してるので、私のホームページでも、公開していきたいなというふうに思います。質問の動画って、まあ、これ私の責任もあるんですけど、あまり視聴回数ってあまり上がらないんですよ。ただそのどうでもいいことが分からなくて迷走する方ね、もう迷宮のアンドローラーになっちゃう方いっぱいいると思うので、そんな時に私のホームページが役に立てば幸いかなというふうに思っております。はい、それではご視聴ありがとうございました。また次回会いましょう。さようなら。